どうもこんにちは、ワックス鈴木です。やってまいりましたサムライイーティング。今年末なんですよ。で、あと今年も今日で3日か、うん、で終わるんですけれども、まあ、ある種締めくくりみたいな、はい、今日はあのここなんですよ、東京の新木場にある江戸前汽船さん。これ何かっていうと、まあ、屋形船なんですよ、はいはいはい、で日本の文化として屋形船ってあるんですね。で今回こちらでなんかね、もんじゃ焼きの食べ放題と あのお酒っていうか飲み物飲み放題みたいな感じの2時間ぐらいのコースかな、お台場のレインボーブリッジコースの方で。なるほど。はい、日本の文化をお伝えしたいなと思うんですけれども、はい、あのね、僕ぶっちゃけもう侍とかどうでもいいんだわ。俺は今新潟の農業アイドルに夢中なんです。これね、さっきオフの時も言ってたから多分ガチなんですよね。これ昨日帰ってきたんですよ俺、新潟から。初日の夜に、はい、ミスアースになった桐生出身の方で、もうすごい方なの。おじさん39歳にもらって、いやもうすっげー可愛かった。そんな私なんですけれども、はい、ある種こう今回忘年会みたいな感じなんですけども、うん、そのくくりにふさわしいゲストをお呼びしております。この方本当に僕の一番最初にフードファイターの中でできた友達、はいはい、この方でございます。どうぞ。いつもより多めに回してるあなたの顔はベベーカレーです。よはい、今回のゲストは、中島佳代さんでございます。佳代猫と中島佳代です。お第5世代お日本を代表しないカヨネです。代表しないさよ一番付き合い長くて、まあ、結構あれなんですよ、喧嘩して仲直りしたりとかいろいろあって、まあ、なんか、まあ、何でも話せるんですよ。一番素に、ね、なれる素になれるし、妹みたいな感じなんですよ、感覚的には。2人の関係性とかも話しながら、このカヨちゃんを招いて、今日は屋形船に乗りつつ日本の文化をお伝えする体で、ああ体で、はい、好き勝手に忘年会したいなと思っております。中島さん、ちなみに屋形船に乗ったことあります？屋形船乗ってこない。おないですか？初屋形船。おマジっすか？で、忘年会しよ。忘年会、忘年会、うん、頑張ろう。じゃあ、そんな感じで、そんな感じでいきましょう。というわけで、今日は忘年会でございます。忘れよう、忘れよう、今年を忘れよう。あ、しかもでかいですね、思った以上に。ね、でかいっすね。乾杯乾杯。お疲れ様でした。朝も改めまして、こんばんは。本日は江戸前汽船の乗り方さあ、ファイトリアお餅をキー、ジャパニーズもんじゃ焼き、もんじゃ焼き、もうジャパニーズカルチャーだから。ワイさん慣れたですですね。大事なので、よく決まってから2回から3回に分けて入れるようにしてください。じゃあ食べましょう。せーの、いただきまーす。ブレッツイート。まさかです。おーおーおお。これをチューってやって焼くと、はい、熱いのにはめちゃくちゃ強いですからね。そうですよ。これまあ待ち込んですよ。もういただきます、マジで。これいただきます、はい。うまい。でもこの焦げがいいんでしょ。うん、焦げ美味しいですね。うまい。カイさんどうですか。うまい。美味しい。うん、美味しいですこれ、うん、デリシャス、うん、デリシャス。サムライが始まってね、はい、もうすぐ年を越そうとしてますけど、ですね、年をまたごうとしてますけど、え、はい、今年デビューサムライ。あ、そうなの。何月ぐらい。初回が4月の末ぐらい、5月担当もいけない。なんかもう2、3年やってる雰囲気やなんかまだ7ヶ月7ヶ月。僕、あのマックスさんにお会いしてまだ1年経ってないです。そうなの。めっちゃ意気投合したってことだね、じゃあね。おじさんと俺が初めて会ったのが去年の12月の19日。あれ1年だ。ちょうど1年です。出会って、Y さんと出会って1年で形になったのはそこから5ヶ月後か。そうですね。今やり始めて7ヶ月ぐらい経つの。そうですね。早いね。行動力だから。このそのカヨ姉さんとマックスさんが2015年の大食いをで、その時初めてお会いされたもん。なんで、もう付き合い自体は4年経ってて5年目と突入してる感じ。すごいね。あっという間だ。
なんか、はい、その時アメブロやってて、はい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 、うん、で、メッセージくれたのかな、あ、かよ姉さんの方から、で、俺からさ、先輩の人知ってるから、うん、おー、かよ姉だと思って、はいはいはい、あ、どうもみたいな、そっからやり取りして、はい、で、会って、で、なんか一緒行動を共にするなったのかな、多分そうだよね、私メッセージ送ったっけ、覚えてなかった、覚えてなかった、多分これ俺から送ったんだっけ、忘れちゃった、あ、それ違う、チャレンジメニュー一緒に行こうっていう話になったんですね、あ、お誘いだったんですね、で、お好み焼きやりたいからちょっとついてきてくださいみたいな、そうだ、今日と一緒だよ、お好み焼き、うん、津田沼にある、そうそう、粉屋だっけ、そう、米屋、粉屋、粉屋、粉屋さん、はいはい、なんか6キロのチャレンジメニューがあって3キロと6キロかなんかのチャレンジメニューがあって、はいはいはい、賞金があってね、賞金があって、うん、今でも覚えてる、うん、なんかジャイアンみたいな当時格好してきてどういう格好してきたんですかそうだジャイアン、ジャイアンガキ大将みたいな、全然じゃあ今度お好みね、すごいもう焼くよ俺、え、あれお好みやの、うん、これですね、これお好みプロだから、初めて聞いた、お好み選手権で俺あれだから日本代表になって、はい、あ、まあ、こ、あの、こ、はい、いきまーす、はい、あれこれ混ぜんのかな、もうちょっと混ぜるっぽい、最初は混ぜるじゃねちょっほらっと、あらちょっとあれ全然混ざってないっすよね、はい、誰だ作ったの、誰だ日本一、なんかちょっとこれ混ぜづらいかも、これがね、ね、豚肉とか中に埋まってるんですよね、いや、ダメだ、やば、解体しよう、解体しよう、解体しよう、いや、多分下の方にいますよ、さすがに、これマックスお好み焼きだ、こういう、こういう、こういうスタイル、うん、こういうスタイルね、こういうスタイル、うん、何も考えてないです、フリーダンジョンね、フリーダンジョン、フリーダンジョン、フリースタイルダンジョン、で、一回喧嘩したの、一回喧嘩して、オープニングでおっしゃってたんですけど、なんで喧嘩したんですか、まあ、あの、こういう名刺出しちゃうと、ちょっと波が立っちゃうから言わないんだけど、あ、それと別で、すごいなんかムカつくことがあったの、あーあたぶんチャレンジメニューのダメですか、いや全然これは大丈夫、これは大丈夫でも勘違いしてたんだよね、6キロのカレーをやったと思って4キロのを失敗したって勘違いしたんだよね、ああそうか、うん、これでいや俺なんつなんけはみたいな、えガチなんかダサーみたいな、なんかあーダサ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 ーとか言って、うん、どうどうどうそんなのもできないのみたいな、あ、そうそうそう、そういうダサ、そういうダサ、なるほどなるほど、それがすごいショックで、はいはいはい、はい、もうなんかもう矢に刺されたようなカーみたいな、いや、そうっすよね、もうなんでそういう言い方するのみたいな、いや、もう弱い、簡単に言うと調子こいてたわけ、あ、難しい、その時はってことですね、そう、勘違いしたの、はいはいはい、はい、でもそうやってちゃんとそのなんかこう怒ったりとかいろいろ言ってくれる人がいるから気づけて、あのなんていうんだろう、こう今みたいじゃないけども風になれたっていうのが歴史がある、なるほどなるほど、で思ったことを正直に言ってくれるから、うん、だから本当にその肩の力を抜いて話せるって嘘じゃなかった、はいはい、あ、じゃあそういうことがあったからこそこう何でも腹割って喋れるみたいな、だからやっぱ会うと自然とこういうテンションになっちゃうそう、なるほど、行くよ、行くよ、行くよ、そういう感じ、せーの、ポーン、あ、意外とうまい、おー、俺ね、俺ね、こういうね、どうでもいいことうまいのよ、はい、例えば、どれか行きます、あねえ、マジで大丈夫ですか、冷たい、冷たい、冷たい、失礼しました、これ、ほら、ハプニングが、これ、悪本なの、これ、パコってハプニングが、すいません、あんたあんた、すごいオイリー、怪我ない、すごいオイリー、オイリー、オイリーだね、オイリー、あ、でもなんか滑りが良くなったかも、滑り良くなった、うん、滑りが良くなった、良くなった、オイリーだね、だろ、こういうの油いっぱい焼くのがいいんだよ、マックス鈴木のキッチン第2弾だ、第2弾だよ、まあ、えのきバターだよ、意外と海面近いですね、確かに。ちょっと沈んでるって聞いて、あー、なるほどね、これさ、一言言っていい、はい、ものすごい楽しいんだけど、楽しいマックスのキッチン、
しゃっ、おっしゃっ正直もうね、ほんとこういうのね、ありがとうって思っちゃう美味しいって思っちゃうよね、芸人さんじゃないですか。あのホテル、あのホテル、あの結婚式あげてホテル、その時はもうかよちゃんがあのブーケ取ってました。あ、庄司さんとかよさんのボーンってやったやつ。はい、相手いないです。あれ、これかな、これからブーケ取ったけど、えのきうまい。おかわりえのきしよう、おかわりえのき。今からプロに焼いていただこうと。うわ、油大臣も降格ですね。あえて重ねて切るのね。あ、かっこいい。これが美味しい。これが美味しい。こちらがすごい。さあ、焼けてんの？これ大丈夫？これ。どうなんですかね。ちょっと危ないかも。ここやこよ、こ。ステーキ、ステーキ。お好みステーキやな。方向転換だよ。諦めちゃいけないから、こういうことは。いくよ。大臣、切るよ。あ、どうぞ。頼むよ。おぉ、これ写真チャンスなんじゃないですか。赤焦げてるんですよ、見てくださいよ。ちょっとこれ、おしいな、鬼焦げてる。おかしいな、世代一瞬。あ、どうすか。え、うまくね。なんかちょっと美味しい。普通にうまいんだけど、なんか2割ぐらいハテナが残ったわ。なんかみたいな。多分そのニヤリのハテナは焦げと油ですかな。お好み焼きの進化かな、これは。なんかちょっと新世界だね。うん、でもそうか言ってる間にもんちゃんも結構仕上がってきたんじゃないですか、これは。うん、食べよう食べよう。うん、もうテンポが今8割落としてたゴロゴロゴロ。シュリンプドリアってのは気がつかない。あ、米も、うん、行ってみよう、行ってみよう。うん、シュリンプドリア1個と、はい、ミックスお好み焼き1個と、はい、ソーセージとえのきバターを2個ずつ。2個ずつ、はい、お願いします。あ、お、おまっ。お兄さんが言ったやつ、ちゃんとナスの味する。うん、お酒って普段が飲まれるんですか。そうですね、あのみんなが仲間がいれば。1人じゃ飲まないんですけど。ちなみにカイちゃんはね、お酒すごい強いです、彼女は。すごく、まあ、酔っ払ったことないでしょ。乱れない。あ、飲めば飲むほど冷静になるらしいですか。逆に逆にそう、なんか第三者になっちゃう第三者のね、すげえ達観しちゃう逆に酔っ払ってみたいけどね。酔っ払ってみたい。おお、薄いのかな。うん、うわ、がっつり米なんだけど。美味しそう。タイ風カレーもんじゃお願いします。タイですよ、タイ。マックス若干じゃないよ、普通に酔っ払っとるわ。油大臣じゃ。早くない、早くない、早くない、早くない。そうやっぱね、どんだけ早い男は持てないから。カモメだ、カモメ。海猫、海猫か。どうですか。美味しい、美味しい。近い、めっちゃ近い。怖っ。いけます。さあ、これ正直言っていいですか。はい、僕はもう結構お腹はいい感じです。本当に。はい。え、かよさん、かよねさんどうですか。え、全然なんだけど。オフの時は僕こんなもんです。まあまあまあ、さすがにね。本当にオフでもガンガン食べれる人はすごいと思う。オフでも焼肉で10万いっとるわかいけ。お前嘘やないか。あの時はね、ガンガン攻めちゃった。ちょっと温入ってたよね。めんめんめん。かよちゃん、ちなみに今お腹10でいったらどのくらい。ダファマジかよ。俺は8。まあまあ言ってたろ。できた。でもこうやって広めて、これ終わったらラーメンどんだけ食えるか勝負するから。エンジンかけるぞ。やろう。あ、外国の方とかお客様が多い。そうですね、外国の方も結構です。あとやっぱ地方からいらっしゃる方とかも多くて、もんじゃ初めて食べるから焼き方わからないとかいう日本人のお客様も多
いですね。もうちょうど来たら来てください、こちら。ね、ほんと面白いんで。あのね、まずスタッフさんがものすごい優しいです。最初も。だから、不安要素ゼロで来てください。うん、何もわからんけど。で、船もなんか。デザートも焼かせていただきます。はい、いいんですか、やってくれるんですか。え、どうやるの。かね、全然プロ。うわ、すごい甘い香りが。一気になんかあのさ、あのなんていうの、この下町っぽい匂いから原宿みたいな。あー、なるほど。ちょっと、すごい。ありがとうございます。デザート、デザート。これも普通にこれ食べるんですか。そうですね、あとだな。うまい。エコみたいなのあるの。これね、これ多分クレープより売れるんじゃない。本当に、うん、本当に本当にそれぐらいうまいよ、本当に。あと、お腹いっぱいだから食えるもん。デザートは別腹やろ。デザートやっぱ時間気にせず食べるのがいいな。カヨはね、結構ね、ファイター的な気質もあるんですよ。で、こういう緩い気質もあるから、結構侍に向いてるじゃないですか、侍チャンネルに。本当？純レギュー？純レギュー確定？シューマイやりたい。あ、シューマイ。あああれきついな。あれきついよ。きつかったね。きついことをやりたいよ。プーさんの真似して。僕プーさんだよ。寝て寝てて。誰？え、ミッキー。蜂蜜が食べたいんだって言ってね。え、蜂蜜が食べたい。蜂蜜も食べたいんだよ。あ、これ